皆さんこんにちは、ゆっくり霊夢です。皆さんこんにちは、ゆっくり魔理沙だぜ。災害史解説、今回のテーマはこちら。今回は特定の災害についての解説じゃないんだな。これまで本チャンネルでは過去に発生した様々な災害を扱ってきたけど、今回は近代の災害で軍隊が果たした役割について見ていこうと思うよ。関東大震災をはじめとして、戦前の災害で軍隊が活躍していたし、東日本大震災での自衛隊の活躍も記憶に新しいところだな。明治維新直後は300の諸侯が入り乱れる状況だった日本は、明治4年の廃藩置県によって旧来の藩が消滅し、行政機関は府県に一本化された。御神兵が設置され、それが日本陸軍の原点になるんだよな。その後、各地に近代が設置されて近代的な軍隊の整備が行われた。この年、県知条例によって、非常のことあれば近代文営へ臨議し、便宜処分するを司る、と定められ、これによって軍事指揮権が軍隊に移管された。東京府知事が軍隊を指揮することはないってことか。江戸時代は各藩が独自の兵力を持っていたから、これは大きな改革だったんだな。一方で軍隊側も近代条例によって、戦災もしくは他の事故あり、警護のため兵備を要し、その地方の知事令より自由を具してこれを請うときは、これに応じ、事情を斟酌してことに従うことをうべし。と規定され、知事の要請なしに勝手に動くことを禁じられた。こうした政治と軍事を分離する動きの中で、災害との関係を見ていこう。近代軍隊が災害と向き合うことになったのは、江戸時代に何度も繰り返された大火だった。明治5年には銀座大火があり1900戸焼失。明治6年には皇居北部より出火して宮殿となっていた旧江戸城西の丸が焼失。明治天皇が赤坂離宮へ移るという大火が発生した。西郷隆盛によって自重となっていた山岡鉄舟が、いち早く天皇の元に駆けつけたエピソードがあるな。この時の軍隊は消火能力を持っておらず、皇居の火災は、町火消しから名を変えた消防組によって対処され、軍隊は現場での治安維持が役割だった。京都大火に乗じてクーデターをやろうとした池田屋事件から10年経ってないから、治安維持も重要な任務だけど、火災に対処できないのは問題だな。それどころか皇居に駆けつけた消防組や近代兵を、許可証がないと言って近衛兵が中に入れず、走行しているうちに宮殿が炎上してしまった。杓子定規に対応した結果がこれでは大失態だぞ。こうしたこともあってか西南戦争のあった明治10年に、東京市内の軍施設に消防ポンプが配備され、これによって軍隊が独自の消火能力を持つようになった。初期の軍隊が災害に対処する能力を持たなかったというのは意外な事実だな。軍隊が災害に対処する姿が見えるのは、明治18年の淀川大洪水だよ。この年は6月上旬から雨が続き、特に15日から17日にかけて豪雨となった結果、各地で堤防決壊が相次いだ。そこから一旦衰えた雨足は、27日から台風に伴う大雨となり、29日から7月1日までは暴風に変わり、再び堤防決壊を引き起こして大阪東部が大洪水となった。梅雨時の大雨に台風の直撃か。この洪水は梅田で水深約 1.2 メートルとなるなど、大阪城が位置する上町台地とこれに続く砂州、砂丘を除いて、大阪市街地はほぼ全域水没した。これによる被害は大阪府だけで死者行方不明者は81名、流出戸数1749戸。浸水戸数は7万2509戸。浸水範囲は末田郡の 97%、大阪市西区の 86% など、深野 39% に及び、堤防決壊224箇所、被災人口は30万人を超えた。凄まじい数字が並んでいるな。こんな大水害があったなんて、全く知らなかったぜ。この水害は明治以降の、大阪の三大洪水の一つに数えられており、その中でも最大の被害を出したと言われているよ。また、関東でも多くの河川が氾濫し、酒川川、多摩川、荒川、利根川などで氾濫の記録が残されている。
広範囲で大洪水が発生したのか。関西だけじゃないんだな。この時、大阪近代の工兵隊が大量の資材と共に応援に駆けつけ、堤防工事に奮闘した。緊急事態とはいえ、知事の要請なしに勝手に部隊を動かすのはいいのか？この時の工兵隊は臨時演習の名目で出動しているよ。ちょっと強引な感じもするけど、非常事態を指を加えて見ているわけにもいかないものな。その後、大阪近代はふと協議して、避難用地の提供や近代副病院への外国人収容などの活動を行っている。ただこの時は被災者の救助や収容、救護所開設、救援物資の供給といった活動はなく、それらは大阪府と警察官が担った。基本的に軍隊の出動は警護が目的だから、それ以外に軍隊を活用する発想はなかったんだな。明治21年、陸軍は軍政改革を行い、それまでの近代制を改めて師団制を導入した。この時、出兵については従来の府県知事からの請求に加え、非常時で知事の請求がない場合でも、師団長の裁量で出動することが可能となった。ガチガチに制約をかけていた近代制に対し、柔軟な対応が可能になったのか。また、翌年に作成された第一師団の内部マニュアルでは、軍施設周辺などに火災があった場合は、隊長の判断で出動することを認めており、軍隊の自衛を基本としつつも、災害時は軍隊外へも徐々に対応範囲を広げていった。明治24年の濃尾地震ではマグニチュード8という巨大地震により、岐阜、愛知両県に甚大な被害が発生し、7000人を超える犠牲者を出した。濃尾地震についてはすでに動画で取り上げているので、詳しくはそちらをご覧ください。被災地名古屋の第3師団では、師団長である桂太郎中将の独断で出動を決定。市内の警備や消火活動のほか、被災者救護、炊き出し、軍医の派遣、架橋工事などを行っている。独断で決定？師団長の裁量で出動できるんじゃないのか？師団司令部条例では出兵の目的を、地方の性質を維持するため、としており、出兵目的に災害を含めて良いかどうか、明確ではなかったんだ。全体、師団長は職権を持って欲しいままに兵を動かすことを許されず、師団条例にはかかる非常災の場合を示さざれば、あるいは越権の責を免れざるべし。このような理由から桂師団長は、事態収束後に辞表を提出しているよ。災害出動の事例がほとんどない状況だから、越権行為だったかもしれないってことか。これは問題なしとして辞表が不受理となったことで、災害出動の実績ができていったんだな。日露戦争後の明治40年8月24日、台風の襲来によって全国各地で河川が氾濫し、200名以上が犠牲となる災害が発生した。これは明治の三大洪水の一つに数えられる水害で、この時、東京では綾瀬川や多摩川へ工兵隊が派遣されたが、工兵以外の部隊の出動はなかった。一方、桜や市川では歩兵や砲兵出動して水防活動に従事し、逆に山梨県では、甚大な被害にもかかわらず軍隊の出動はなかった。伊勢湾台風の時に山梨県が明治40年以来の被害と言っていたけど、それがこの災害だったんだな。場所によって軍隊の対応がバラバラだな。明治28年の永寿条例改正により、地方官の請求で永寿司令官が出兵を命令できるようになったんだけど、どのように動くかは部隊長の裁量によるところが大きかったんだ。師団長より下のレベルで出兵可能になっていたけど、軍隊の任務としては明確に位置づけられていなかったのか。この時期、新聞には軍隊による社会貢献を求める社説が多く掲載されており、日露戦争後の平和の中で、国民に寄り添う姿勢が求められるようになっていった。こうした動きを受けて明治41年に軍隊内務所が改正され、火災について師団長の指示を待たず、連隊長の判断で出動することが可能になり、水災、風災、震災等の場合には、概ね本省に準じ、適宜処置すべきものとす。として臨機応変な対応が取れるようになった。翌明治42年、大阪で大火が発生。
焼失戸数11,365戸という大被害が発生し、地元第4師団は全部隊を出動させて積極的な救援活動を展開。現場部隊だけでなく陸軍省も、広島宇品洋松省の食料を被災地に緊急輸送する対応を行った。これに対し大阪の新聞各紙は軍隊の対応を称賛する声を上げたよ。明治43年には永寿条例が改正されて、軍隊の出動理由を有事から災害または非常の際と、災害出動が明記された。これまで曖昧だった災害対応が、任務の一つとして明記されたわけか。また、緊急の場合は地方官の請求を待たずに、永寿司令官裁量で出動することも可能となった。この改正を行った時の総理大臣は桂太郎で、濃尾地震の際に陣頭指揮を取った経験が反映されているのかもしれないね。ここで確立された災害出動の制度は、現在の自衛隊法にも引き継がれているよ。災害出動の歴史の中で、画期的な出来事だったんだな。陸軍は複数の県にまたがる士官を設定し、その中で軍隊の駐留する都市を永寿地と定義していた。災害対応は知事の要請で行われ、緊急時には永寿司令官の裁量で出動。永寿地外のエリアへは師団長の命令により出動する体制が作られた。そしてその制度開始後、最初の大災害となった明治43年の関東大水害の対応を見ていこう。関東大水害についてはすでに動画で取り上げているよな。この時は堤防決壊の危機に浅草区長が軍隊の出動を要請するが、知事からの要請がないため軍隊は地方官の立場を尊重して動かず、向島文書長が警視総監を通して軍隊の出動を要請するが、警視総監は独力で対応するように命じるなど、初動対応の遅れが指摘されていた。どの段階で出動要請をするべきか、迷いもあったのかもしれないな。読売新聞は社説の中で、次のように述べているよ。しかし我が国にては、軍隊の出動を史上の重大事とみなすがため、地方官も多くの場合にその力を狩るをはばかるの情なきにあらず、また、時には軍隊の出動をもって、むしろ迷惑と心得おる向きもあるがごとし。出動しようとする軍隊に対し、危険箇所の情報提供がないなどの混乱もあり、出動した近衛師団の報告には次のように述べられている。市議員にして往々軍隊との約束を履行せず、ために軍隊が無益の激動をなせしことありしはいかんなりし、また、地方官公理は一般に果たして軍隊の救護を中心歓迎するや否や、疑わしき感ありしも、人民はこれに反し、軍隊の至るや非常にこれを喜び、往々合唱して提供するものありたり。現代でも大規模災害の際に、地元市町村、自衛隊、災害ボランティアの連携が取れずに苦労しているようだし、そういう問題はこの頃からあったんだな。しかし一度出動すると軍隊の力は大きく、被災者救護に大活躍したことは以前の動画で紹介した通りだよ。7年後の東京湾台風に際しては、軍隊は各区長からの要請を受けて直ちに出動しており、地方官との衝突もなく、スムーズな連携が行われている。関東大水害での教訓を経て、様々な問題点が解消されていったんだな。大正7年に制定された東京府非常災害常時準備並びに業務所によると、関係軍隊に対する交渉事項及び交渉先を予定しおくべしとあって、災害に備えた事前準備をするように規定している。役所の防災訓練で関係機関が集まる様子がニュースに出ることがあるけど、そうした事前の備えがないと、いざという時に混乱してしまうんだな。幾多の教訓を経てあの仕組みが作られたとは考えたことなかったぜ。こうして明治末から大正にかけて軍隊による災害出動が定着していったが、そうした中で発生したのが関東大震災だった。関東大震災も動画で取り上げている災害だよな。特に後編は軍隊による災害出動がメインの話だったぞ。ここでは震災で軍隊が直面した問題について見ていこうと思うよ。関東大震災はこれまでの災害と違い、関東のあらゆる場所が被災地となった。震災で東京が大被害を受けたわけだけど、
千葉の河野台にいる部隊には、永寿地外への出動権限がなく、師団長の命令が届くまで待機せざるを得なかった。その師団長の命令も、東京市内の通信網が壊滅したことで、伝令によって何時間もかけて伝達され、その間の被災者救助は東京市及び郊外の部隊によって行われた。迅速に増援を被災地へ送り込めなかったのは、確かに大きな教訓だな。さらに陸軍の秋季演習に向けて在京の部隊が移動しており、東京永寿司令官の近衛師団長は不在で、第一師団長が代理として災害対応を行った。事前に想定していた窓口が不在だったことも、関係機関との連携にマイナスに働いたよ。ただでさえ混乱状態なのに、これは痛いな。第一師団では東京市内の救援の指揮で手一杯となり、地震が管轄する東京以外の状況を把握する余裕を持たなかった。確か横浜からの救援要請に対して、東京で手一杯だからと、部隊の派遣を拒否していたよな。想定外の大災害に対し、司令部のスタッフが対応できる作業量じゃなくなったのか。関東大震災で戒厳令が敷かれたのは、警察が機能不全になったことに加え、軍隊の活動も限界に達していたことも一因だよ。戒厳令の適用によって、戒厳司令部が被災地全体を統括し、第一師団、近衛師団は東京の救援に全力集中。全国から集結した部隊は、戒厳司令部の判断によって被災各地に配置されていった。司令部の事務処理能力って、目立たないけど大切なんだな。あらゆる出来事が想定外の東日本大震災を経験した人間には、当時の苦闘ぶりが想像できるぜ。軍隊では戒厳令が敷かれた時にどういう対応をするべきか、事前準備や計画がなかったため、配下の部隊へ戒厳令によって何ができるのかを文書で配布したが、通信連絡網の壊滅によって、これが行き渡るのにもかなりの時間を要した。本当に想定外の大災害だったんだな。震災後、東京横浜を担当する東京警備司令部が新設され、各師団とは別の司令部機構が誕生した。東京のような大都市では、師団の業務と兼務するのは無理ということだな。東京警備司令部の定めた出兵時のマニュアルには、兵装関係法規の研究を十分にし、その精神を領得し、確固たる準拠を有すること、極めて肝要なり。とあって、事前準備の大切さが強調されている。また、各師団においても震災の教訓を経て、従来の士官を超えた広域での災害出動の準備が行われるようになった。これらの計画には、鉄道や通信が途絶した場合の対応も盛り込まれており、流言飛語に惑わされて混乱した教訓から、たとえ多少の根拠ある流言といえども、絶対かつ積極的にこれを阻止するを要す、とも規定されている。震災の教訓を得て、次の災害に備えたんだな。昭和期の日本では、関東大震災のような、広範囲が被災地となる大災害は起こらず、室戸台風や阪神大水害でも、士官の範囲内での対応が行われた。そうそう大きな災害が起こってもらっては困るな。何もないのが一番だけど、準備だけは怠らずにいないとな。ということで日本軍の災害出動について解説してきたよ。様々な災害に直面する中で、軍隊による災害出動の制度が作られてきたことがよくわかったぜ。なお戦後の警察予備隊では、内閣総理大臣の指示により出動すると定義されたことで、現場の判断で災害被災地に向かった指揮官が処罰される事態が発生した。出兵制度が明治に戻ってるぞ。敗戦を経て運用に慎重になるのもわかるけど、戦後の災害もかなりひどい被害になったからな。警察予備隊が保安隊、自衛隊へと姿を変える中で、災害被災地への出動を求める声が高まり、現場の臨機応変な対応を許容する戦前の災害出動制度に近い形へと変化していった。このシリーズをやっていて思うけど、日本は本当に災害大国だからな。その中で作られた戦前の制度は、ある意味理想的な形として完成されていたと言えるのかもしれないな。
今回のテーマは、軍隊の対内的機能と関東大震災、明治大正期の災害出動を元に解説させていただきました。動画に収まらなかった話もたくさんあるので、詳しく知りたい方は概要欄にリンクを貼っておくので読んでみてください。今回の動画はいかがでしたでしょうか？チャンネル登録、高評価をいただけますと幸いです。今後の動画作りの参考にしますので、コメントなどもいただけると嬉しいです。ではまた次回の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。